集約すれば、集約すればジャズコを舐めるなっていう、ジャズコを舐めるな。こんばんみ、市村まさきです。ちょっと前に3台のギターアンプを当ててくださいっていうブラインドクイズみたいなのを出題しました。もともとは2台のアンプで当ててくださいって動画作ったんですけども、あまりにも参加者さんが少なかった上に正解者さんもものすごく少なかったので、急遽もう一回スタジオ行って撮影を増やして、3台のギターアンプを当ててくださいってクイズを出しました。で、ある程度待ったんですけども、もう時間も経ってるんでっていうのと、ちょっとだけ参加者さんが増えてくれたのと、あとその2台目の時に参加してくれた方で、3台の動画の時見つけてくれてないのかな、ちょっと参加してない方がちょっとだけいたのが残念なんですが、今回、19名様に参加いただきましてありがとうございます。そして、正解者3台のアンプブラインドクイズ、3台ともちゃんと当ててくれた方の人数はドドン、3名様です。3名様、19人中3名様が正解者です。ということで、どうやって発表していこうかな。3台目のね、あの証拠映像というかね、あのアンプを映してくるのをちょっと忘れちゃったんで、でも別にズルはしてませんから、まずは、正解発表していきます。ドン、はい、答えです。答え、1台目のアンプ映っちゃうジャズコです。あそこにあるジャズコ。そして2台目はここにあるマーシャルです。はい、1台目がローランドのジャズコーラス120JC120、 これはもうスタジオの、いろんなスタジオでも大抵のスタジオには置いてあるよねってアンプだし、僕もなんかこうね、あのギターだけ持って行ってステージをやるみたいなね、その、まあ、ライブハウスでも必ずジャズコは置いてあるし、 NHK ホールとか、日テレとかっていうところにギター弾きに行く時も大抵ジャズコでお願いしますって言われるんですよ。それくらい代表的なアンプでございますと。で、次がマーシャルの JCM900 というアンプです。これも割と、まあ、大きめのスタジオだったら置いてあるアンプですかね。で、3台目がこちら、フェンダーのツインです。はい。これ、まあ、実は3台とも過去に動画で、紹介したことがあるアンプだし、いつも僕がギターレッスンを行っているスタジオにはこの3台のアンプがあるんでっていう。で、実はそのもう出題した時の動画がね、メーカー名でもいいですし、総称、いわゆるこうやってよく呼ばれてるよねっていう名前でもいいですよって僕が言ってる時点でジャズコは含まれるんですよ。それは。メーカー名はローランドなんだけど、ローランドっていうんじゃなくて、まあ、みんなジャズコって呼ぶよねって、JC が120じゃなくても、例えば60とか160とかいろんなシリーズがあるんだけど、大抵の場合ジャズコって呼ぶよね、のことがあるから、総称でもいいですよって言ってるんで、ジャズコは必ず入ってきますと。で、こういうクイズを出すときには、そんな極端に変わったものは、やっぱり出題には入れませんから、ものすごく当たり前っていうか、もう代表的なアンプ3つですよっていうことですよと。はい。1番、ローランドのジャズコ。2番、マーシャルの JCM900。3番、フェンダーのツイン。で、まあ、ツインリバーブって書いてくれなくても、まあ、フェンダーでももちろん、OK ですんで。で、この3つでもうすでに外れやんけって思っていらっしゃる方もいると思いますけども、正解者3名様発表させていただきます。どんどん。木村正夫さん、この方はもう2台目の時から当ててて、1台目も2台目も当ててて、で前に動画で僕が2台とも合ってますから、あと3台目だけ書いてくださいってお願いして、フェンダーのツインってもう種類名まで、機種名まで当ててるからね。まあ、マーシャルの JCM900 か2000。で、フェンダーのツイン。
で2台当ててくださったもう一人の方が残念ながら3台目の方に参加してくれてないんで、もう二方発表します。水月院鼓動さん、水月院鼓動さんと呼ぶと思いますと言って、変更がなかったので多分合ってると思います。1番 JC、 2番マーシャル、3番フェンダー、正解です、正解です。この方は前の動画で1台だけ合ってたんで、もう片っぽだけ変えてくださいって言って見事に正解しました。ちょっともう聞けば聞くほど分かんなくなってきたっていうコメントがあったんですけど、合ってますよと、合ってますよ、はいはい、自分の耳を信じてください。もう一方発表します。ボヤブラックキャットさん、はい、新規の方ですかね。いきなり3つとも正解です。ローランドの JC、 マーシャルの JCM、フェンダーツインリバーブ、まあツインリバーブではないですけども、まあリバーブ入って、まあツインとツインリバーブって本当は別にね、リバーブは入ってますからね、ツインにもね、正解とさせていただきます。以上3名様、木村さん、水月院さん、坊やさん、どっちだ、3名様正解です。バチバチバチ。でこっからはもう皆さん、参加した方は自分が当たったか外れたかは分かってると思うんで、どんどん行きましょう。ドン。はい。大町二郎さん、1番と2番正解です。3番のボックスが、残念ながら外れていますけれども、ローランド当ててるっていう時点でもう割と僕の中では、OK ですよみたいな感じはちょっとするんですよ。まあ、ボックスが置いてあるスタジオも多いとは思いますけど、まあ、フェンダーは入るよねっていう、そっちの予想というかさ、推理的にはフェンダーは入ってくるよっていう、こういう時はっていう、うん、そこを、行くとよかったんじゃないかと。次、ウィークリーコマチャンネルさん、まあ、おかまちゃんなんですけども、おかまちゃん、はい、3代目のフェンダーだけ合ってます。1番マーシャル外れ、2番ブラックスター外れ、まあ、ブラックスターの大きいアンプは僕あんまり触ったことがないかな、多分、3番フェンダー当ててますから当たってます、はいはい、よかったです。1台だけでも当ててくれれば。次、カズマさん、1番マーシャル違いますね、2番ローランド、3番フェンダーということで3番のフェンダー当てます。IQ1473 も、マーシャル JC フェンダーうん、この辺の方々はもう3台は当ててるけど、1番と2番が逆だよね、ここ後でテストに出ますから、僕の解説のこの解説最後まで見てくださいね。今回のこのクイズを当てるか当てないかは参加する楽しみ、当たった外れたを楽しむ、でそれプラス何を学ぶかっていうか、学ぶっていうとちょっとおこがましいけども、ちょっと僕言いたいことあるんだよねみたいなこと、最後まで、ぜひ見てってください。次、不動を宮尾さんって読むのかな、不動さん、フェンダーマーシャルレイニーね、レイニーは自宅にはあるけどスタジオではめったに見ないかな、うんうん、で2番のマーシャル当たってます、ね、ほぼ同じ港陽子さんが1番フェンダー、2番マーシャル、3番ローランド、3台は合ってるんですけど1番と3番が逆でした、2番は合ってますよ。以上の方々がどれか合ってた人、どれか合ってた人、こっから先の方々は3つとも一応間違ってますよなんだけども、参加してくださったことのお礼というか、そのありがたみというか、まあ一応発表していきますよと。山ちゃんの親指さん、ディビデッドバイ、13FTR37、13か。このアンプ僕すいません、知らないです、このアンプ触ったことないです、ごめんなさい。そんなマニアックなものは出題にはやっぱ出しませんよ、こういう時のクイズには。はい、でブラックスターマーシャル、まあまあまあ、はいはいはい、ユージさん、ボックスフェンダーローランド、うん、そうですね、
もうあと1回クイズのこうね敗者復活戦やればもうちょっとみんな当てられていったのかもしれない。A ちゃんさん、ヤマハボックスマーシャル。ヤマハ、ああそっか、ヤマハのアンプってそうだな。まあね、多少ローランドに近いっちゃ近いからね、ヤマハの音はね。SK さん、JCM ツインリバーブジャズコ。惜しいですね。3つがこうやってこうやって移動すれば正解でしたね。はい、サトシ Z さん、マーシャルフェンダーローランド。これももうあの今の SK さんと一緒ですよね。一緒だね。あ、西さんもだ。西さんもマーシャルツイン JC。この3人同じ間違え方をしているというか、この辺が僕が今から最後に喋ることのハマってくれてありがとうございますと、もう思う僕の思う通りにハマってくれてありがとうございます感がちょっとあるんですけれども、次、山猫さん、フェンダージャズコーマーシャル、完全に裏目を食ってますね。自分で自分のことが分かってらっしゃるようで、裏目を食う、こういう時って2代目の時は片っぽ合ってたんですよ。で、合ってたどっちかを入れ替えればよかっただけなんだけど、合ってる方を入れ替えてしまった結果裏目を食ってますね、はい、3問とも不正解です。はい、これもある種のこっち向きに回転寿司をこっち向きに回せば正解だったよねっていうことになるかな。あ、そうか。それでその下の4757スガットさんもヒデ XX さんも36キオさんもみんな一緒ですね。フェンダージャズコーラスマーシャル、フェンダー JC マーシャル、フェンダーローランドマーシャルね。ある意味では面白いですよね。間違っているんだけれども、そこはまあまあクイズは楽しみのエンジョイとして置いといて、同じ感想を持つ、同じ答えを導き出した人たちが何人もいる。これがこの今回のクイズの面白さだと思いますよ。結局まあ1代目をマーシャルだと思っちゃった人たちが間違えてるパターンと、1代目をフェンダーだと思っちゃった人たちが間違えてるパターン、ほぼほぼみんな似たような間違いをしてて、まあ、ある種ね、すごく特殊なアンプは使ってませんよ、でもう一回この3つで選んでくださいって言っても、多分皆さん同じように間違えたんだろうなとは思うんですけれども、でこっからなんですけど、僕がちょっと言いたいことっていうか、もちろんね正解したことは素晴らしいだけども、間違ったって別にこんなものはね何の罰ゲームもないし、すごく恥ずかしいことでも何でもないんで、一本の同じギターで同じセッティングのままね、アンプを鳴らしたい、分かるかどうかって、いや分かんないっすよそれはと。僕が答える側の人間だったとしても、このクイズは外してたかもしれないですよ。だって僕は演奏してる、僕は分かりきってて、ああこのアンプね、このアンプねって演奏してんだけど、実際目つぶってたらこれは難しいと思いますよ、やっぱり。でここで改めて僕が言いたいことっていうのは、まあちょっと言葉は悪くするかもしれないけどもね、語尾はどうでもいいんだけども、ジャズコーナめるなって言いたいっていうかね、集約すればジャズコーナめるなっていう気がするのは、まあ皆さんがじゃないですよ、回答してくださった方じゃなくて、なんとなく世間的に音楽でギターに詳しい、ギターをやってらっしゃる方たちの中で、なんかジャズっ子の評価がなんか低いっていうかね、ジャズっ子は使い物にならない的なことを前提において喋ってる人ってたまにいるよねって感じ。なんかこうジャズっ子の攻略方法っていうなんかサイト、ブログとか動画とか、ジャズコはこうすればいいよとかするんですみたいな、それってジャズコが悪い前提で言ってるじゃないですかって、そこがちょっと僕不満なんですよ。僕はもう高校生の時に初めてスタジオ行ってジャズコを触って以来、40年以上ジャ
ジャズコを使い続けてるわけですよ、 JC120 をね。でチャーさんだってジョニー・ルイス&チャー の、 あのフリーコンサートの時ジャズコ使ってるんですよ、ね、そういう。あとあのジャズコの本とか僕何冊か発売してるんですけど、ほいでこの出題の動画のねジャズコもね、別に僕は裏技を使ったわけでもないし、リンク法っていうリンクを使ったわけでもなくって、ただ単に生徒さんにレッスンしてる時にちょっと最後にあのちょっとそのギター貸してもらって、あの撮影していいっつってギター借りて弾いてるだけですから、単にぶっ刺して弾いてるだけのジャズコの音を皆さんがフェンダーかマーシャルと間違えてる人がほとんどなわけですよね。ね。ほいで、まあまあ言ってみればその後にマーシャルを弾いてますと。でも、ほとんどの方が間違えてらっしゃる。これは間違ってる人を責めてるんじゃないですからね。ジャズコとマーシャルとツインの音をブラインドテストではなかなかわからないよね。これは僕だって間違えるかもしれない出題でしたよと。なんだけどもと、ジャズコを悪く言ってる人たちまああんまり人を攻撃したくないからなんて表現したらいいんかちょっと難しいんだけど、すごくたくさんの方がさ、ジャズコのことをフェンダーと間違えてらっしゃるわけじゃないですか、ね、で中にはマーシャルと間違えてる人も何人もいらっしゃるわけじゃないですかね。えでその上で僕はあの本とかはリンク法とか、あのセッティング方法とかの本は書いてるんだけども、これがねギターマガジンアンプブックっていう本で、だいぶ前の本なんですけど、いろんなアンプの紹介が入ってる中でジャズコっていうか、まあ、JC120 のページを、僕が担当してて、でまずは基本的な使い方っていう意味合いのページがあって、でその後に使いこなすヒントみたいな、こういうつなぎ方をするといいよっていうリンク方法とか、こういうイコライザー使うといいよみたいな、そういういろんな使い方を紹介しているっていう、これいつの本だっけ、アラン・ホールズワースさんが1998年の本とか、これはまあ実は中身は同じような両方とも僕が書いてる本なんですけども、ジャズコで聴き比べる歪みエフェクター97機種っていうエフェクターの本なんだけど、エフェクターの音の違いをジャズコでストラトとレスポールで聴き比べていくっていう本の、これがまあちょっとこいつを少しうまいことまとめ直した本が初めての歪みエフェクターっていう、あくまでもエフェクターを紹介する何機種もの、歪みエフェクターを紹介する CD 付きのこういう本なんだけども、これが根本的にはジャズコが基本中の基本、フラット中のフラットだとして音を聞き比べていくっていう、ジャズコのセッティングはこういうセッティングでみたいに青いストラトとレスポールで鳴らしてるっていう、こういう本。僕はあのジャズコが大好きなんで、ジャズコを攻略するっていうよりもこうやって鳴らす方法もあるし、別に素直にこうやってやって、こういう音でもいい音するよねっていうのの証明がしたかったっていう、結果的にはそうなったかな今回は。結果的にはなんか面目躍如、もちろん正解してくださった方は素晴らしいねっていう参照なんですけども、基本的にはほとんどの方が真空管アンプとトランジスタアンプの違いは聞き分けられないよねっていう、事実は事実なんですよっていう、そういうことなんですよっていう。だからまあまあ僕の中ではその言葉は悪いですけども、ジャズコをなめるなっていうね、すんげえジャズコだってすんげえ言うとするよっていう、マーシャルと同じようなね、フェンダーと同じような音してますせっていう。それでまあまあまあ強いて言うなら、ジャズコが使いにくいっていうんだったら、それ使い手さんのセッティング方法の力量の問題であってっていう ね、うん、まあまあまああんまりあの人様を悪く言うんじゃなくて、ジャズコを褒めたたえたいっていう。
もう当初そのこのクイズ出す時はそんなつもりもなく、単に生徒さんのギター借りてちょっと撮影させてっつってさ撮影しただけなんだけど、結果的にこんなクイズが生まれて、結論がこんなとこに来ちゃったっていうだけの話なんですけども、ある種ある種みんな心を正直に持って本当だって本当だね、ジャズコとマーシャルの違い分かんないねって思ってくれれば僕としてはちょっと大きいかなっていう。ねえ、ネットをやってるといろんな人がああだこうだって書いてたり言ってたりするから、それを聞いちゃうと鵜呑みにしちゃうがちな部分もあるとは思うんですよ。情報というものをありき、読んだことがある、あの人がこう言ってました、こういうことを聞いたことがありますを根底にしちゃいがちだけど、いやいやいや、ものすごく自分に正直になろうよと。自分で触ったことのないアンプのことは語れませんよ。自分が買ったことのないギターのことは俺は語りませんよ。これとこれのシークレットなブラインドテストをやって当てられるって言っては、いや当てられないと思うよって、自分に嘘つくのはやめようよって。当てたいなって気持ちと、いやそんなの当てられるよってのは真反対。まあそんなこんなで、ためになったでしょうか、どうでしょうか。またなんかこんなようなことを思いついたらやるかもしれないですけど、音って純粋だからさ、その純粋である音っていうのを聞き分けるっていうことにおいてね、情報とか人が言ったことは100では鵜呑みにしない方がいいよ。別に0対100じゃないんでね。例えば 20% とか 30% とかそういう情報を聞いててもいいとは思うけれども、最終的に判断するのは自分だよねっていう、そこだと思うんですよ。ともちろん僕は、ツインも好きだしマーシャルも好きなんだけど、でジャズコも好きなんだけども、でも別にどのアンプが用意したったって仕事先でこのアンプで弾いてくださいって言われたらはいって言うしかないんですよ。いやそれアンプ僕嫌なんで自分のアンプ持ち込みますってのはないんですよ。特にテレビ局はそれは与えられたアンプでやるしかないんですよっていう、まあこれはまあお仕事の話だからライブハウスの話とはまたちょっと違うけれども、まあどのアンプでも一番おいしいサウンドを作れるか否かは自分の力量だよねっていうことだから、ギターの腕前っていうのはこうプレイとかテクニックとかそういうことだけじゃなくって、こういうところを使い分ける力量、アンプを触って自分の好きなサウンドを作り上げる力量、エフェクターを選んでそのエフェクターを踏むことによってどうやってサウンド変化を作ることができるか、そういうことも含めて腕前だと思うんですよ。ということでございます。じゃあまたよかったらいろんな何かチャンネル登録だの、コメントだの、どじょっこだの、船っこだの、よろしくお願いします。じゃあね。まず1台目です。フロントの音のハーフトーン、真ん中のピックアップ、こっちのハーフトーン、答えです。答え1台目のアンプ映っちゃう
ジャズコです。あそこにあるジャズコ。そしてあ、これ映っちゃってるわ映っちゃってる。フロントハーフトーン、こっちのハーフトーン、リア、そして2代目はここにあるマーシャルです。マーシャル3代目、フロントこっちのハーフトーン、こっちのハーフトーン。